虎に翼、サタトラコとなりました公式 SNS が、お祝いの場でのオフショットを投稿。俳優、伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説、虎に翼。月度前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返り、月、近前7時30分 NHKBS、BS プレミアム 4K の公式 SNS が更新され、結婚した虎子と優さんたちの家族写真が公開された。公式 SNS は、晴れて、猪爪虎子、改め、サタ虎子となりましたと、改めて祝福し、そんなお祝いの場でのオフショット皆さん素敵な笑顔です。と、主要キャストが一堂に会した写真を添えた。ファンからは、虎ちゃん、松見さん、おめでとうございます。虎ちゃん、松見さんご結婚おめでとうございます。家族写真素敵ですね。虎ちゃんの笑顔キラキラポーズも可愛いよおめでとう。虎子の花嫁姿を見た時の松見さんの虎子を見る、愛おしいそうな表情を見た時に、松見さんやっぱり虎子のこと愛してるんだと思いました。本当幸せになってほしいなどの声が寄せられている。第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子供や追い詰められた女性たちを救っていく。日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの実話に基づくリーガルエンターテインメントとなっている。